こんにちは。今日は営業にどのくらいの手間をかけるのかという話をしようかなと思います。まあ、効率ということを考えると営業にも手間をかけずにっていうのが考えたいところではありますよね。まあ、それで多くの場合、じゃあ紹介だったらこちらから何も営業しなくてよく、まあど、どなたかが紹介してくださるとで。紹介してくださったらそのあってというふうにすればいいという考え方もあるかなと思うんです。 ただ私は紹介は一切受けていません。まあ、もちろんそのメディアの紹介ですね、この YouTube を紹介いただくとか本を紹介いただくっていうのは、もちろんそれは、そ,そこまで私が紹介しないでくださいという,うことはないので、それはあれなんですけども、まあ、直接紹介があって、こういう人がいるんだけどとで、会ってくれないかみたいなのは受けないようにはしてはいます。まあ、そういうお話があったら、まあ、リンクをお送りして、まあ、こういう感じでやってますんで、その方にお送りいただいて、 まあ、もしよかったらお申し込みいただけますかみたいな感じにはしてますね、まあ、なぜかというと、まあ、紹介していただいたからといってそこであその方と会うかどうかというのは何とも言えないわけじゃないですかその紹介していただいたか紹介者の方はとはぴったり会うとしてもその先の方とは会うとは限らないですし紹介だからといってこの無限に無料でだどなたかと会うっていうことはしないようにはしてます めちゃくちゃゃくいい人なんだよとかめちゃくちゃいい子なのよみたいな話ってやっぱりあったりしますけどもで世の中、まあ、大体 <laughs> 仕事で悩んでる方仕事の人間関係で悩んでる方トラブルがある方って必ず紹介だからって紹介だからねっていうキーワードがありますよね必ずと言いますかほぼほぼありますよね紹介だから紹介で受けたんだけどちょっと大変だったとか紹介だから断れきれなかったとか 紹介だから辞めるわけにはいかないとか、なんかそういうふうな悲劇を起こすっていうのが紹介ではありますので、なんかそ,その、そこの営業の手間を省いて紹介に頼ってしまうとかえって非効率になってしまうかなっていうところはありますよね。だからそれで言うと、私は自力で発信してっていう営業に、まあ、手,間手数をかけているってところですね、手間をかけている、手数をかけている。 そこに時間をかけています。まあ、この YouTube なんかもそうですし、ブログもそうですし、VC o もそうだし、メルバガもそうですね。一定の時間はかかるわけなんですけども、でも結果的に効率化になるので、私が大好きなのは、大好きかつお勧めしているのは、結果的に効率化というところですね。まあ、まあさっとか、さっと考えてそれが効率化であっても、それって中長期的に考えると実は非効率ってことっていっぱいありますよね。 だから安易に効率化っていうことで、まあ、例えばそれで効率化っていうのでこうめちゃくちゃ経理が経理の手間が50%になるみたいなソフトを入れるとでもそれを安易に入れてしまってそれなりのお金を払ってしまっても、まあ、それで効率化にならないですよねかえって非効率になったりっていうことはあるんで、まあ、そこは自力で手間暇かけた方がいいっていう時もありますで、まあ 最近ちょっとリニューアルしたのがこれなんですよね。この小冊子なんですけど、この小冊子は、うん、結構手間かかります。<laughs> 手間かかるんですよ。こ,こ,こんな感じで、まあいろいろ情報を載せてるわけなんですけど、これお、お目にかかった方にお渡ししたり、まあ今はあんまりですけど、こう店に置いてもいただいたりっていうこともしてたりしますね。なんかそういうことをやってたりしてるんで、うん、で、 まあこれを、うん情報、情報の提供でもあり、営業でもありということで作っています。でネット上でも、まあ、概要欄にリンク貼っておきますので、まあ、そこからお申し込みいただいたら無料で送付させていただいております。で、まあ、これなんで無料でやるのかというと、ね、こういう YouTube なんかも無料ですからね、まあ、そういうものと同じ位置づけで、な、ま、ん、あ、で紙でやってるのかというと、まあ、こういうのもありかなと思ってやってるわけですよね、こういう1枚の冊子で。 でこういうのを PDF でダウンロードってすれば、まあ、手間もかかんないじゃないですかでもあえて紙でやることによって伝わることってあるかなとか思いますんでそうやってますでこれ作るのもそれなりの手間かかるわけなんですよ作るのもそれなりの手間かかって、ねあのねうん、デザインしたりとかこの中身を考えたりとかこの自分のことを一冊でまとめるってそうそう楽ではないことではあるんですよね でもその手間暇かけて自分のことを1冊にまとめることで、まあ、中長期的にはあこれを読んでいただいた方からご依頼をいただいて、まあ、あお,互いお,お互いにとって効率がいいということにはなりますんで、まあ、結局依頼する側もその人がどんな人かっていうのは分からなかったりどういうノウハウがあるのかって分からなかったら怖いじゃないですか、まあ、いちかばちかみたいな感じになっちゃうんで、まあ、そうするとやっぱりミスマッチっていうのが起きますよね。 これは、この中身を作って、なおかつ、この印刷するまでにそれを頼んでるわけなんですけども、自宅で全部印刷してたら大変なんで,で、これをじゃ入稿して、これをデータでアップして、まずテストで取り寄せます、テストで一冊取り寄せて、チェックして、またやって、また出してもらってみたいな。 で、その後は、これをもう持って行って、持って行ったりっていうのは、持っていくのはまたいいんですけども、郵送ってことになると、封筒に入れて、宛名を割ってみたいな、で、それを投函してみたいなことが必要なわけですよね。まあ、切手を貼ってっていうのをやるかどうかではあるんですけど、まあ、今回はちょっとまとまった量なんで、まあ、郵便局に持ってって、別のということで払いますけども、まあ、別のもまあまあ、なんか手書きで書類書かなきゃいけないんで <laughs>。 あれが私はちょっと嫌ではあるんですけども、まあ、ただ必要なことなんでやるっていう感じですよねで。昨日袋詰めして今日持っていくわけなんですけど、そこの郵送の手間っていうのもあるわけじゃないですか。だからこのネットの時代にそういうことをやるっていうのが私はいい,い,いかなとか思ってはいるんで、あえてそれをやってます。でもしですね、いやそんなの郵送で、ね、もらいたくないよと、紙でもらいたくないよ、PDF がいいよっておっしゃる方は、これをお申し込みいただかなくて。 いただかないというふうになってるんで、まあ、それはそれでいいかなとか思うんですよね。なんかそんな感じで、その私はだから営業に手数をかけますかね。の他のことを効率化して、その時間を作って。で、なんで手数をかけるかっていうと、こういうのを作るときにめちゃくちゃ考えるわけじゃないですか。考えて自分のことを言語化してってその表現するっていうのって、まあ、営業だけに限らないですよね。その 効果っていうのは自分のことを見直すっていうことで、まあ、それは非常に大事ではありますのでそこで気づくこともありますしじゃあ実際お客様とお話しする時にまあそのここでまとめたことっていうのをがスッと出てくるっていう効果もあるんですそれが発信の効果でもあるのでそれもあって私は YouTube をこうやって話してますしでこれを,ブロ,をブログを書いてるしメルマを ボイさっきボイシー取ったんですけど、まあ、それをやったりっていうのはしてはいますだから全然る営業って効率が悪いんですすよね、まあ、振らられたら終わりじゃないですか <laughs> でかもこういう発信の営業ってその手数はかかるわけなんですけども楽じゃないですけども、まあ、それをやることによって営業プラス、まあ、自分の見直し思考の整理、まあ、自分が持ってる知識スキルをその整理するです そういういこともできるしでこの営業自体もネタになるわけなんでだからまあこういうのをどうやって作,り作るんですかっていう話があったらまあそれはもちろんお伝えできるということですよねお客様に、まあ、それは個別コンサルティングのお客様なりセミナーのお客様なり、まあ、今度このセミナー講座をやるんですけども、まあ、そういったことに活かせるっていうのはありますよねで営業その VC は営業について話しているまあここでも効率化をメインに今日は営業の効率化っていう話では もうそういうのが、まあ、もちろんその紹介していただいて紹介をその依頼につなげる方法みたいなノウハウにはなります,なりなりますけども、まあ、自力で発信して営業してっていうのがやっぱりノウハウになりますよねでもその紹介していただいたとき、まあ、紹介でどんころじゃないですけど紹介していただくときにその自分をこの見つめ直す時間 自分のノウハウハを見つめ直すすす時間っってななかかたりするじゃないですかそれが紹介が楽な部分ではあるかもしれませんけども、まあ、それがない,ないっていうのはまあ大きな違いかなと思いますよねだから自分を見直す整理するっていう時間を営業しながら作れるとこの発信もそうですし、まあ、効率化のノウハウは YouTube で見直して営業については主にボイシーでとで独立後のそのメンタルだ それは、うん、ブログでやったりとかメルマガでやったりとか,なんかそういうようなことをやってます、まあ、ですので発信、まあの営業っていうのは手間はかかるんですけど手,間手数はかかるんですけどおすすめしているところではありますよね中長期的な効率化っていうのを狙うっていうことを考えたらでこういうのって、まあ、例えばこの冊子なんかもそうですし、まあ、別に、まあ、そのずっと いや、これ1ヶ月かけて読むものではないんですけど、まあ、なんかちょっと思い出していただいたときに、パッと読み、見返すっていうこともしていただけますし、この YouTube なり、ブログなり、ボイシーっていうのも、昔アップしたものっていうのも、やっぱり今でもご覧いただいたりするわけですよね。で、そうすると今日やった営業がずっとそれが派生していくっていうことにはなりますよね。なんかそういう効果っていうのもあるので、 いや広告とかだともう広告ってそれで終わりじゃないですかそう,そういうの楽な分失うものもあるなっていうのがあるので純然、まあ、たる営業ではなくて手数をかけて、まあ、営,業営業プラスアルファのものをやっていくと、まあ、その方法の一つが発信であるということでこれをおすすめしているところではありますそれで、まあ是非 の営業をやってみてみいただければなと、まあ、この小冊子もおすすめではありますんで、まあ、作ってみ挑戦してみるというのもいいんじゃないかなとか思ってはいます。じゃあ今日はこれで終わらせていただきます。<laughs> ありがとうございました。